皆さんこんにちは、デーブ大久保です。デーブ大久保チャンネルご覧の皆さん、いつもありがとうございます。今日はチャタン、中日ドラゴンズがやってるスタジアムチャタンで中日ドラゴンズの取材をしようと思います。しかもこの実は沖縄の日はものすごい暑いんで、このエアフライというサングラス、新しい最新液手に入れました。まあ鼻が高いで僕は問題ないんですけど、鼻が低い人も泣けてきるという、ここで鼻代わりっていう、もうずっと何時間してても泣くな。今日これをしてですね、取材をして皆さんに中日がどこまでセリーグの中で食い込んで、何なら優勝できるのか、そして A クラス優勝っていうのはいけるのかっていうのをちょっとね、自分なりに分析して皆さんにお届けできればと思ってますので、楽しみにしてください。行きましょう。毎年来た解説者になってから、これメイン球場で、そこサブグラウンドでノックしてんだけど、荒木場って、まあ、荒木と井端がレギュラー取り立ての頃、なんか僕観覧車が前あって、観覧車に電気がついてもノック出てるって噂聞いたから、俺ここで取材して派手な基地でゴルフやって、ワンラウンドやって、暗くなってきたらここでまだノック受けてたっていう、4、5時間受けてた。あの2人はで、シークワーサージュース、楽しみだね。今日もやっぱり球場来ると疲れるな、気持ちが。中日は多いな、メディアの数も。だからフィリーのチームじゃないんだよ、このチームは。正直この中日のブルペンってすごいレーンがあるでしょ、これ。1、2、3、4、5、6、7、8個なんて、なかなか。でも最近はやっぱ中日の話が多くなったんだけど、あの落合監督の時に8連とか10連作ったみたいで、2軍でも俺も1軍に上げてくれりゃ使えるのに上げてくんねえからだよなっていう、俺らの時もいたし、俺も思ってたし自分で。ところが隣で川上憲伸投げてたらこれか1軍はって思うから、いっぺんにこう入れて1軍のピッチャーの中に2軍も入れるっていう、すごい人が成長するのにね、役に立ったっていうのはこの例もいっぱいある。なかなか見ないよこの8連って。これはラウンド1より上だわ。ラウンドは結構予約してる大変なんだよ、あれ。最近あれ流行ってんだよな、あれ。どこの球団も、あの人の、あの網の、これ、これ立ててさ。いいよ、大丈夫。阿部ちゃん、どうです。和田コーチ、和田コーチ、和田コーチ。メンちゃん、どうも。どうも、お疲れ様です。ちょっと痩せたね。痩せました。痩せた。よく言われる。なんか情報によると、気配崩れ飲んでない。内緒してるけど、ね、俺も飲んだら痩せんとか。メンちゃん、なんか状態いいね、中日。そうですか。いや、マジで、マジで。まあ、まだ試合やってないんで、なんとも言えないですけど。空気がいいわよ。あ、本当ですか。うん、まあ、やっぱりショーとかね、あの違う選手が入ってくれて。確かに確かに。なんでちょっと
あのそういう意味ではちょっと空気入れ替わってるんで、あるよね、はいはい、あると思います、うん、あのあれだったもんね、本当に俺ベンちゃんに苦い思い出があってさ、はい、ベンちゃん来年一緒にやろうよって言って分かりましたって言って翌日にFAしたもんな。あ確かにそう、いやいや翌日じゃないですよ、まあまあ大げさに言わない、大げさに、あ持ってますね。そうそう、一緒にやれなかったんですか、やれなかったんだよ、もう寂しかったな。そうなんですあの時はベンちゃんが格だったからさ、俺らの中ではダメちゃんと話して、そうですか、そう、そういうのも、まあそれはもうともかく、まあ、いろいろね、あったんですよ、僕もそうだよね、はい、あってないろいろあったんです、うん、あれ、細川はさ、茨城の後輩でやっぱ、はい、あれハマったね、ベンちゃん塾には。いやいや、そのようなんです、いや、やっぱり、うん、あの環境が変わったのと、うん、練習するんですよ、まず、うん、あれめちゃめちゃ、もう勝手に普通、なんか、なんていうんですか、ちょっと見せれんみたいな、なんか一生懸命やるのはあるある、クラスメイトタイプ、俺はそうだった、ね、で本当にあいつはずっと練習するんですよ、うん、はあ、だからやっぱその体力もあるし、うん、やっぱ1年出続けるっていうのもやっぱあるんで、なるほどね、そういう意味ではね、あの環境変わったのも良かったです、いい、はい、やっぱなんかさ、ね、だってベンチャーなんてさ、だいぶ年取ってから入ってさ2000本打ったじゃん、はいはい、あいつもいけそうだね、セイヤも、まあ、今年ですよね、去年1年頑張って、掴んでない、掴んだと思う、あれ掴んでてほしいです、やっぱり要するにマークされるじゃないですか、されるわ、去年の入りと、やっぱ今年は細川来たかって感じじゃないですか、確かに、なんでちょっと最初につまずかないでほしいなと、そうなんだな、頑張ってほしい、何試合か負けれていいから、カンチャンデーが出てみたいな、そうそうそう、だからやっぱスタートって結構そうだな、みんなプレッシャーかかるじゃないですか、確かに、でうまくスタート切ってくれるとちょっとホッとするんですけど、ベンチャーがレギュラー取ってる時もそうだったでしょ、あ、そうです、いやいやいや、いや、みんなやっぱそうじゃないですか、最初ね、入る時って大丈夫かなって時に、やっぱりみんな誰でもあるじゃないですか、カツのセレクトも行っちゃったみたいな、よしよしよし、いけるというのが結構大事かなと思う、確かに、はい、でもさ練習するね、このチーム4時でまだだって特殊特打終わってまだ今からしないでしょ、今から何やんの、いやみんなやる、いやみんな今から打ちに行くんですよ、はあ、僕も帰りたいのに、それあるよ、終わらないどんどん痩せてちゃうね、ずーっと練習するんですよ、あ、そう、はい、まあ、これ楽しみだ、めっちゃありがとう、改めて忙しいとか、頼むなんか本当になんか羨ましいな、なんか野球で楽しいじゃないですか、ストレスフリーアルコールはフリーじゃないなんかユニフォーム、なんか寂しいな、優勝してさ、はい、あと3年ぐらいやってよ、先にこれやっとくから、俺ああ、いやいや、もう次もやっとくから、ああ、いいですね今年ちょっと頑張ってます、頑張ってます、はい、楽しみにして、ありがとうございます、ベンちゃん、ありがとう、すみません、ありがとう、デーブ大久保チャンネルのデーブ大久保です、中日ドラゴンズ来ますね、これはファンの皆さん、お世辞は言いません、来ます、いい補強もしたし、すでに監督のやりたい野球がもうコーチ選手に浸透してきてるっていうのがもう手に取るように分かったんで、非常に楽しみだ、台風の目とかじゃなくて、もう本当に堂々と上位な優勝狙えるチームに、なったなっていうのを感じた一日でした、またベンちゃんのね表情、またコーチの表情を見るだけでもね手応えがあるなっていうのを感じましたので、ぜひ応援させていただきたいと思います、本当にまたあの中日球団の方にもですね、いろいろお世話になりまして、本当にいい取材ができました、ありがとうございました、皆さんまたお会いしましょう、グッドバンタとチャンネル登録よろしくお願いします。